皆さんこんにちは、あいちんです。今日はなんと8年ぶりぐらいの、そんな経ってないか、7年ぶりぐらいの撮影会です。個人撮影会はめっちゃ久しぶりにやるんですけど、現役ぶりです。ぜひ出てくださいって言ってくださって、ちょっと久しぶりにやろうかなと思って今日は出ます。今日は7枠7人の方と撮影したりお話ししたり、1人45分間一緒に過ごすんですけど、もうすぐ最初のが始まりますということで、今日はなんかお部屋が1個空いてたらしいので、私の控え室がめっちゃ広くなりました。嬉しい。結構前から現役の時ずっとやっていた撮影会のところでやっています。こんな感じで休憩中に回していきたいと思います。はい、今一部が終わったんですけど、一部の方楽しかったです。なんか本当にお話ししたりとか、写真撮ったりとかで、私服から、水着までなんで、今日は私服の写真撮ってもらって、水着になってまた写真撮って終わりって感じで、サイン書いたりとかね、したんですけど、そう、今回水着はこんな感じのやつ。これあれ近代マージャンでも来たんだよな、ね、っていう感じで、こんなビビリで来てみます。はい、ということでね、また私服に戻るのですが今日はねピンクのお洋服を着ています。なんかちょっとよいしょ、水着がね若干透けちゃうけど、こんな感じでかわいい。上に、ロングスカート、レザーで、下がレースになってる。かわいいです。よいしょ。こんな感じのお洋服を着ています。よいしょ。ちょっと、リボンが。よいしょ。いやでも最近熱波師とかもねやるとき水着になったりとか、撮影会で水着になったり、水着を着ることが割と増えてきています。こんな感じです。これに今日のお洋服はこうアームウォーマー、今すごい流行ってる腕のこのアームウォーマーがついてる。これ本当はね、ここのボタンで止められて普通に長袖としても着れるんですけど、こうアームウォーマーでとしても外して着れる感じです。ということで、今からお昼ご飯を選びたいと思います。何しようかな。2回かな、2回やって違う、3回やって1回ちょっと1時間ぐらい休憩で、今日は7枠です。ということで、お昼選びたいと思います。はい、3個終わったんでお昼です。嬉しい、うなぎにしてくれた、うなぎが好きって言った、イエーイ美味しそう。あれがないね、山椒が。うわ、美味しそう、お吸い物も。美味しい。これもっと低くしたいんだけど、
あー、ライトが消えてしまった。うん、まあいいや。いただきます。いただきます。嬉しい。あ、あった、箸についてました。イエーイ。うなぎ本当にね好き。おしんこも入ってます。おしんこも好き。なんか1人45分で、ね、今から3回終わったから、今から45分から休憩。うん、でも45分だけど、間に15分休憩があるから、足したら1時間休憩？ん？わかんない。てか45分休憩か。いただきます。おいしそう。すごい。うまっ。立派なうなぎで。うんふん。なんかだいたいいつも女の子が2人か3人いて、それぞれ個人撮影するんですけど、今日はなぜか1人です。うん、うまっ。うん、嬉しい。なんかこたつ嬉しい。こたつってなかなか入ることないじゃん、家にないから。うん、うん、幸せですよね。でも知ってるワンの人が多くて、でも現役の時なんかこさつに来たことない人が多い。やっぱちょっとね、なんか辞めてから応援してくれる人も結構増えてるんで、もともとファンでいてくれた人もいるけど、うん、うん、うん、おいしい。お土産とかね、持ってきてくれる人とかもいてありがたいですね。うん、これも気になる。うん、うん、インスタグラムの写真も撮るから一回止めます。うん、おいしい。うなぎの、うなぎも好きなんだけど、このタレご飯がめっちゃ好き。うん、タレご飯はめっちゃ美味しいんですよ。うんうん。うん。
この間横浜まで鰻食べに行ったんですけど、これも美味しかった。めっちゃ鰻って焼き方によって全然違うから。美味しい。ということでね、ご飯食べて、ちょっと休んで、あと4人頑張ります。はい、ということで、7枠全部終わりました。ありがとうございます。楽しかったということでね、私は休憩中はもうなんか別に休憩中は15分しかないからそんなにやることもないんですけど、なんか過ごしてます。で、今日はまあ知ってるファンの人が多かったかな。でも撮影会を初めてみたいな方とか多かった印象で、すごい楽しかったです。なかなかね、1対1でこうやって長時間話すことってないので、ファンの人と楽しかったです。ありがとうございます。また機会があったら撮影会やりたいと思いますので、ぜひその時は遊びに来てください。ありがとうございます。それではバイバーイ。